はい、じゃあワンピースの頂上決戦、あとボックス2つですね。で、全部で4ボックス買ってて、で、生開封、生放送で開封するっていうのをやってたんですけども、あんまりその人気なくて、で、アンケートでも録画とライブどっちがいいですかっていうアンケート取ったんですけども、なんか録画の方が多かったんで、ちょっとまた録画でやろうかなと思います。じゃあ、これはボックスで言うと3つ目ですね。じゃあこちら開封していきます。狙うはただ1人ですね。エースのパラレルなんですけども、背景が漫画のやつですね。で、確率的にはこの20ボックスとかぐらい買ってやっと1枚入ってるかぐらいのレベルのカードなんで、4ボックス程度じゃあ通常ゲットできないと思うんですけども、まあ、やっていきましょう。はい、これはあれですね、ボックス購入特典なので、またちょっと最後開けていきましょう。あとポケモンカードはですね、また今度また別日に開封動画は今度アップしますね。こちらあのボックスで購入の権利当たって、この右のやつがあれですね、ボックスに入ってたやつで、で箱自体は捨てられちゃったんですけども、あのこれはもう丸ごとあの箱そのものを入ってたやつですね。で今回さらにあのイオンに行ったら普通にあの売ってて10パックだけ買ってきました。でこれはちょっとポケモンカードはまた今度開封します。はい、じゃあ今日はワンピースいきますね。さあ、出ますかね。なかなか難しいと思うんですけど、ちょっとゆるふわでやっていきますか。ワンピースのですね、新しいシリーズも今月の26日に出るらしいので、それもできれば買いたいですね。さあ、最初の1パック目はハイチがいます。はい、違いましたね。どんどん行きましょう。あとあのこれ完全に僕の感覚なんですけども、あのデータとか全くなくて、単純にあのお店とかの相場とかお店のその買い取りに対するその熱の入れ具合をちょっと肌感で感じてるだけなんですけども、なんかワンピースのカードまたちょっと人気が上がってる感じがしますね。肌感ですけども。お店行ってもなんかワンピースのカード買い取り強化とか出てて、今までね、そんな買い取り強化やってなかった気がするんですけどね。はい、違いまーす。どんどん行きますね。でこっちの頂上決戦はまあ、エース狙いなんですけども、こっちのあの謀略の王国はあれですね、サボですね。なのでこのエース当てて、もしエース当ててこっちもサボのパラレル当てたらもう僕は満足っていう感じなんですけども、まあなかなか難しい。お、来たー、パラレル。なので、これで終了ですか、このパックは。今までの経験上、あとプラス僕の調べたところによると、パラレルカードが、1枚だけなんですよ、ボックスで。なので、もうこのマルコのパラレルカード当たっちゃったら、もう入ってないんじゃないですか。マルコのレアカードのこうパラレルですね。割とこれそこそこ人気、マルコ自体人気あるんで、この絵も結構いいんで、これまあそれなりに人気あるんですけど、まあ価格的にはそんな高くないとは思うんですけど、1000円ぐらいじゃないですか、買い取り価格。はい、マルコ当たっちゃいましたね、パラレル。はい、じゃあこっからもう、はい、ちょっと検証フェーズ移るの早いですけど、パラレルカード果たしてワンボック
ックスに2枚以上入ってるのかっていう検証ですね、もうこれから。はい、じゃあ検証入りまーす。検証、はい、検証違いますね、これは。あー、早々にパラレル引いちゃいましたね、マルコ。マルコのね、パラレルもうっすら欲しいなともちょっとうっすら思ってたんですけどね。まあうっすら思ってたんですけども、ワンボックスにね、パラレル1枚しか入ってないと言われてたり、僕も経験上そうなので今のところちょっとって感じですね。またこれでまた一つエースのパラレルゲットの夢は遠のきましたね。あとワンボックスしかないです、残り。あとが、まあ、本当にここに複数枚入ってるのであれば、ここ引いていくうちにあればいいんですけども、多分もうないですね、パラレル。まあ、検証してみましょう。これでパラレルカードまた出てきたらすごいですけどね。アルグリフィーのレアカード来ましたね。はい、パラレル引いちゃったか。マルコ、はい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 。お、坂月の SR ですか。はい、 SR 来ましたね。 SR もここちょっと置いときましょう。サッカー好きの SR まだゲットしなかった気がする。 SR もですね、なかなかそんな手に入るカードでもないんですけどね。まあ箱ごと買えば複数枚は入ってますね、 SR。 いやー、もうパラレルは出てこないか。インペルダウン、バカな息子をそれでも愛そう。あ、いいですね、こういう漫画のワンシーン。はいはいはい、いきますよ。まあ、こんな大量に開封するのはあんまなやんないんで、ちょっと YouTuber っぽいですね、このボクワンボックス。まあ、他の YouTuber はこの1ボックスとかじゃなくて、あれですね、もうカートンでもう段ボール1箱とか、なんかそんなレベルでやってて、まあ僕はまだ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 って感じですけど、はい。あ、来た、白ひげ、これ SR ですね。はい、白ひげの SR はもどうだったかな、持ったかな、持ってた気もするけど。はい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 。お、サーディーちゃん普通のレアか。うん、やっぱ頂上決戦の主役はもう完全にエースですね。はい、エースと、おー、クザンSR、 これはね、まだゲットしなかったやつですね、クザン。やっぱあの海軍大将の強さが目立ちましたね、この頂上決戦。あ、杯。このボックスはあれですか、海軍大将シリーズですか、もしかして。はい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 。あ、バギー、
この前、前回は確かバギーの、このレアの S、パラレルだったかな。やっぱなかなかね、欲しいカードのパラレルは結構むずいですよ。何箱も買わないと、やっぱりゲットできないですね。お、ヤマト来たやん、ヤマト。ヤマト好きですけどね、ヤマトのレアカード。はい、やっぱりパラレルは複数枚入ってないんでしょうか。だから完全なランダムではないんです。お、マルコのねレア来ましたね。絵柄すごいちょっとかっこいいんで置いときますか。もうこれ、あ、マルコのやっぱ、あ、そっか、レ、マルコのどっちもあれあれですね、同じカードですね。レアレアで、右がパラレル仕様で、左があのノーマルですね。だからこのパラレルカードだと絵柄が全然違うんですよね。あとその、この縁のところが、あの、か、ここも、ここも全部絵になってくるっていう。あと、このカードがね、この凹凸があってちょっとダラダラしてるんですよ、パラレルの方。こういう感じですね。マルコ、いいじゃないですか、どっち、絵柄。普通のレアの方も、でも。ちょっとね、この辺置いときましょうか。はい、残り少ないですよ。1,2,3,4 残り5パックですね。やっぱりパラレルないか。ワンボックスにね1枚は今のところ入ってたんですよ。なのでやっぱワンボックス1枚って決まってるんですかね、パラレルカードは。なんかね、一応ランダムに入ってますって書いてたような気がするんですけど、完全なランダムではないですね、これは。ちゃんとコントロールされてると。はい。残り3パックですね。パラレル、未だ、マルコだけですね。はい、はい、はい。はい、はい。はい、はい。ちょっとあれだなぁ。SR も少ないな、今回 SR、1、2、3枚しか出てないっすよ。SR これ、だって、何種類あるんですか？スーパーレア10種類ある。1、2、3、3枚しか出てきてない。リトルオーズジュニア、モビーディック号、ボンクレー。はい、ラスト1パック、これ何が出ますかね。ちょっと SR とか全然、お、これはあのドンカード来ましたね、おそらくシャンクスの。この戦争を終わらせに来た。はい、来ました。必ず1枚入ってるやつですね。ってことは、シャンクスが来たってことは SR 以上確定ですか？いや、そんな理論はあるかどうかわかんないんですけど。はい、別にそういうわけではないで、ってことですね。はい。わー、今回全然 SR もあんま入ってないし、って感じですね。はい、じゃあこの特典なんでしょうか。あー、タシギだ。で、別にね、あの、高いカードとかでもないんですけど、いいっすね、タシギ。
ちょっとこれもっていう感じでした。さ、最後ね、出るんですか？最後、エース出ちゃうんですかね？ちょっとエースのパラレル欲しいんですけど、4ボックスも買ったんですけども、まだ全然出そうな気配はないです。はい、っていう感じで今日はこんな感じです。終わりたいと思います。